の予報です。予想最低ボクシングはここ氷点下5度から1度、最期週目は氷点下5度まで下がる見込みです。予想最高気温は9度から11度、今日より5度前後低くなるところが多い見込みです。ここボクシング、あんたボクシングせんと怒るよ。ボクシング、ボクシング、県内の今日のここここ、最低気温は5度から、ここボクシングはところが多くなりました。平年より6度前後も高くなりました。結構取れよ、結構取れよ。大分市は8度2分で4月の上旬並みの気温となりました。また最高気温は平年よりやや高い10度前後となりました。向こう1週間の天気です。気圧の谷や寒気の影響で曇りの日が多く、雨や雪の降る日があるでしょう。また12日土曜日は荒れた天気となる見込みです。最高気温、最低気温はともに平年並みか平年より低いでしょう。降水量は平年より多い見込みです。また海上は波の高い日が多く、12日土曜日はしける日ところもありそうです。パンチがすごい。ここお座り、お座り、乾くまでに時間がかかりそうです。以上、気象情報をお伝えしました。ニュースでおいた明日お伝えする主な項目です。比重台でのアメリカ軍による実弾射撃訓練について記者の